はい、続きまして第5位の発表です。第5位はこちら、無印良品のシリコン調理スプーンですね。大きい方と小さい方2つありますけれども、2つ使っているということで同時にですね5位ということにさせていただきました。これのいいところはいろいろあるんですけれども、まずですね全体がシリコン1つの素材でできているというところがとにかく気に入ってますね。だから汚れがですね隙間に入り込むようなことないですよね。だから汚れがつきにくいし、しかも洗いやすいというところ、それとシリコン製ですから柔らかい高いわけですよ。だからこういった鍋肌のところにぴったりフィットするんですよ。こういう感じで、まあ、中華料理のちょっととろみがあるようなものを作った時とか、麻婆豆腐とかそうですよね。タレをしっかりこう寄せ集めて無駄なく盛り付けることができるんですよね。さらにフライパンも綺麗になりますから、洗い物が楽になりますよね、まあ、そこも気に入ってる点ですね。あとですね、食卓の方に特に小さい方なんかはそうですけれども、持って行って取り分ける時のスプーンとしても使えますよね。でお尻にはかけれるように穴が開いていると。唯一弱点といいますか、これはスプーンだけじゃなくてターナーの代わりとしてもですね、もう炒めてこう使ったりできるんですけれども、チャーハンとか作るときにここのくぼみにですねご飯粒がたまるんですよ。そうするとここに鍋肌にこうやってですねご飯粒を取ることができないんですよね。へこんでますからね。そこはちょっと弱点なのかなと。そういうこともあってこのターナーを買ったんですよ。これだったら完全に綺麗にこう取れますからね。だからチャーハンを作るときは今こっち使ってますね。それで先ほどのターナーもそうなんですけれども、シリコン素材って匂いがついてお困りの方結構いると思うんですが、シリコンの匂い取りの方法をですね以前動画に上げてますから、匂いが気になっている方はぜひチェックしてみてください。ということで第5位が無印良品のシリコン調理スプーンでした。はい、それでは第4位の発表です。第4位はこちらです。スコッティの洗って使えるペーパータオルです。このペーパータオルは本当に本当にいいんですよ。以前ですね買ってよかったお掃除グッズランキングにもですね登場しているんですよね。拭き掃除をする時にも使っているんですが、これをキッチンで何に使っているかというと、ここの写真にもありますけれども、食器を洗った後の食器拭きに使ってますね。水気を拭き取る時の食器拭き、これをですねタワーのホルダーに入れてですねこんな感じにして使ってますね。こう引っ張ってここで切り取ると。タワーのホルダーは今回ランクインしてないですけどね、こっちのペーパーの方はとてもいいです。でこのペーパーで洗った食器の水気を拭き取るじゃないですか。で拭き取ったらタオルかけにかけてですね一回しっかり乾かします。で乾かしたらまたお皿拭きに使うことはせずに、今度はお掃除の方に使ってるんですよね。そういった使い回しでですね食器拭きとお掃除に使っているので、どちらの方にもランクインしたということになるんですけれども、本当にペーパーでできているのかと思うぐらいですね丈夫なんですよね。だから本当に汚れてないと捨てるのがもったいないんで、掃除で使うときは汚くないときはですね、まあ、洗って何度も使うというやり方してますね。ということで第4位がスコッティの洗って使えるペーパータオルでした。では続きまして第3位の発表です。第3位はこちら、無印良品の分解して洗えるキッチンバサミです。その名の通り分解して洗えるんですよ。こういうふうにこういう感じですね。反対から見るとこうですね。ここで外れてしまうとちょっと怖いというふうに思う方もいるかもしれませんが、そんなこと全然ないんですよね。私もちょっと不安なところありましたけれども、使ってる最中に外れたということは一度もないです。ここまでしか開けませんしね。あと持つ時もここを持ったり、まあ、ここを持ったりしますから外れるということはないですね。ここまで開かないと外れないですからね。このキッチンバサミのいいところはですね、外してきれいに洗えると。食洗機にこのまま入れると隅々まできれいに洗えるんで、とても衛生的ですよね。それが1点と、あと最近思いついたんですけれども、これ外すとですねちょっとしたナイフ代わりになるんですよ。もちろんどんなものでも切っていいかというとですねそれは違うと思うんですが、この間ですね味噌汁を作る時にこの豆腐よく家で使っているんですけれども、味噌汁作る時に1パック使ってるんですね。でこのフィルムを取ってでこうやって切ると、そして
鍋に入れるというやり方をしたらですね、とても楽にお味噌汁を作ることができました。その時は豆腐とネギの味噌汁作ったんですけれども、ネギをですね、ネギありますよね、それをネギをこう切って鍋に入れて、そして取ってですね、豆腐をこう切って入れるということで、包丁もまな板も使わなくて済んだんですよね。だからそういった使い方もできて非常に便利ですよね。衛生的なだけじゃなくて時短にもつながるということで、とても気に入っています。切れ味もですね、抜群です。買ったばかりだからなのかもしれませんが、今のところ切れ味も満足しております。はい、はい、では第2位の発表です。第2位はこちらです。無印良品のステンレスアルミ全面三層鋼片手鍋です。これはですね、長く愛用してるんですけれども、ほぼ毎日使っております。というのもですね、毎朝味噌汁を作っているんですけれども、その時にこの鍋を使っています。味噌汁を作る時に失敗しちゃいけないのは味の濃さじゃないですか。でその時にわざわざ測ってやるとなると面倒ですよね。で 朝だし時間もないしということで、味噌をですね、こうお玉に取る量もちゃんとですね、目分量で覚えてないといけないんですけれども、同じく鍋に入れるお水の量もですね、一定じゃないと味にブレつきが出るじゃないですか。でもこの無印の鍋、ここにメモリがあるんですよね。だからお味噌汁の味をブラすことなく毎日一定のものを作ることができるんですよね。しかもわざわざ測らなくてもいいということで本当に楽ですね。あとこの見た目から伝わるかわからないんですけれども、とにかく丈夫ですね。しっかりしています。使い込んできたんで、底のところがちょっと虹色に変色してますね。この虹色に変色したり、あとちょっと水垢もついてますね。これはですね、せっかくなんでこの戻し方ご紹介しましょうか。酸で戻すことができるんですよ。だからクエン酸でも戻すことができるんですが、今回はこの生ハゲお触れをちょっとつけてみますね。シュッとスプレーをして、そして先ほど紹介しました洗って使えるペーパータオル、まだ濡れているんではっきりわからないんですけれども、これでですね、一回すすいで乾かしますね。はい、すすいで乾かしてきました。あれぐらいの短時間でここまで綺麗になるんですよね。水垢と七色の変色がですね、もうほぼほぼなくなりましたよね。それでステンレス製の鍋やフライパンってもっとひどく焼けて変色するっていうことありますよね。黒っぽくなったり茶色っぽくなったり、そんな時はクエン酸はもちろんですけれども、生揚げお風呂用でもうまく戻らないことがあるんですよ。そんな時はもっと強い酸を使うと戻すことができます。でこの間ですね、それやったんですよ。そして動画にしております。焼きにですね、お困りの方は下にリンク貼ってきますので、ぜひご覧になってください。ということで第2位が無印良品のステンレスアルミ全面三層鋼片手鍋でした。はい、次はいよいよ第1位なんですけれども、第1位に入る前に番外編ということで3品ご紹介させていただきたいと思います。まずは1つ目、こちらです。アスベルダブルコート布巾掛けスタンドです。これをですね、シンクの前に置いているんですけれども、先ほど紹介しましたこちらのタワーのホルダーですね、これの横に置いてますね。先ほどご紹介しました洗って使えるペーパータオル、一回お皿布巾使ったら干してますよっていうお話したんですけれども、ペーパーをですね、使ったら水洗いをしてですね、その後にこれにかけて乾かすということをしているんですよ。3つかけれるようになってますね。で乾いたら今度はお掃除の方に使うということで、でこのセットですよね。これもですね、タワーっぽいんですけども、タワーじゃないんですよね。アスベルというところのメーカーですね。で商品については全て下にですね、今回ご紹介した商品はリンク下に貼っておきますから、ご興味のある方はチェックしてみてください。それでは番外編の2品目いきます。2品目はこちらです。タワーのポリ袋エコホルダーです。これですね、こういう風に開いてポリ袋をここにセットしてですね、小さなゴミ箱として使うというのがメインの使い方ですね。こういったポリ袋ですね。ここにかけて、ここで何かこう切ったり野菜切ったりして、靴とか出た時にここにポイと入れたりしますね。まあ、そういった使い方がですね、できてとても便利なんですよね。でゴミが溜まったらそのまま捨てれると。あと食卓でも使ってまして、例えばですね、枝豆とか食べた後殻をですね、まあ、入れたりするときにですね、
食卓にこもっていってですね、使ったりしますね。あとキッチンの話じゃないんですけれども、キャンプの時もですね、もう一つあって持っていきますね。キャンプでもいろいろゴミが出るじゃないですか。これ一つ持っていくとすごく便利なんですよね。ゴミを入れるという使い方だけじゃなくて、洗ったコップをですね、こう立てて乾かすような使い方もできますね。ということで、タワーのポリ袋エコホルダーでした。それでは番外編最後の3つ目ですね。3つ目はこちらです。住友 PE おにぎり B 型関東アナサンショーです。はい、これはまあその名の通りおにぎりの型ですね。まあ、こんな感じですね。ここにご飯を入れて、そして具をですね入れて、でさらにご飯を上から上げてですね、ギュギュギュと押してこう取ると小さなおにぎりが3つできるという品物なんですけれども、これもですね結構よく使うんですよ。うちの息子たちにですね、朝ごはんにおにぎりをよく作ってあげるんですけれども、その時に使いますね。もちろん手で握る時もありますけれども、これを使って握ることもあります。これを使うとですね、柔らかさがいい感じで美味しくできるんですよね。それでどんな形で使っているのかというところをもっと詳しく知りたい方はですね、私のサブチャンネル暮らしのショートムービーというチャンネルで、お掃除のことだけじゃなくて料理のショートムービーもたくさん上げているんですよ。その暮らしのショートムービーのリンクをですね、下に貼っておきますから、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ではいよいよ第1位の発表です。第1位はこちらです。貝印関マゴロクペティナイフです。これもですね、長く愛用していますね。最初はこの柄のところがですね、木でとても見た目がかっこよくていいなと思って買ったんですよ。でも食洗機で今洗っちゃってるんで、木肌がですねだいぶ傷んできちゃって、買った時の木肌のいい感じはもうなくなっちゃってるんですけれども、これ毎日使ってます。夜も朝もですね、まあ、ほとんど使っているんですけれども、特にですね何に使っているかというと、私は毎朝ですねトマトを1個食べているんですよ。トマトを切る時に使っているんですよね。せっかくなんでトマトを切ってみましょうか。はい、こちらトマト用意しました。それでこのサイズ感がいいですね。まあ、ペティナイフなんで、まあ、どれもそうなんでしょうけれども、こんな感じでですね、ヘタを取って、そしてこんな感じでトマトを切って毎朝1個食べているんですけれども、なので毎日使っているということもありまして1位にしました。もっと大切にですね、まあ、使いたかったなと今になって後悔してますね。この木のところがですねザラザラなって色も悪くなってしまいましたし、ここのパーツも取れちゃったんですよね。食洗機に入れて洗うということを考えれば、こう木のタイプじゃなくて全部ステンレスのタイプの方が良かったんでしょうけれども、見た目がですねかっこよくて、持ち手のところが木のタイプを買ったんですけれども、はい、ということで1位がですね、貝印関マゴロクペティナイフでした。はい、ということで今回は私が買って良かったなと思うキッチンツールを10位から1位まで、そして番外編を3つご紹介させていただきました。常に便利そうだったり使いやすそうだったり、あとは時短につながるようなキッチンツールはですね狙っていますから、またですねこう順番が入れ替わるようなことになりましたら、今回のような形でですねご紹介したいなと思います。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。